脳領域の活性について、動機づけを司る脳領域が筋活動を生み出すことが見つかりました。動機づけに関わる脳領域である前頭前野腹側部が筋活動を制御する脊髄へ直接投射したといいます。この発見は心と体をつなぐ神経経路の存在を明らかにしたものであり、パーキンソン病などの運動障害の治療に新たな可能性を示すものです。またマウスが新しい環境や新しい個体に遭遇すると、これらの新規性の情報が脳の視床下部にある乳頭上核から異なるルートで海馬の別々の領域に伝わることで、新規性のタイプに応じて行動できることが見つかりました。この発見は脳が新しさをどのように処理して行動に反映しているのかを解明する上で重要な知見となります。さらに脳の時間を司る神経回路が見つかりました。この神経回路は脳の視床下部にある視床下核に存在し、脳のさまざまな領域に情報を伝達することで脳の時間を統合しています。この発見は脳がどのように時間を認識し行動に反映しているのかを解明する上で重要な知見となります。脳領域の活性について、さまざまな研究は脳領域の活性に関する新たな知見を与えるものであり、脳科学の進展に大きく貢献するものと期待されています。近年では脳領域の活性を可視化する技術の進歩により、脳領域の活性に関する研究がさらに活発になっています。例えば脳地図や脳機能イメージングなどの技術を用いることで脳の活動をリアルタイムで観察することが可能になりました。脳領域の研究により、脳の活動と行動や意識の間の関連をより詳細に解明できるようになっています。今後も脳領域の活性に関する研究はさらに進展し、脳の機能や病態の理解が深まっていくことが期待されます。